はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。大分県の日の出町と呼ぶのかな。うん、この字ですね。日の出町なのか、日出町なのか、間違ったらごめんなさい。はい。の2歳児が、行方不明になった、失踪したっていう感じですね。とりあえず、犯人と思われるものは、人は捕まったよっていう感じなんですけど、2011年の、何月だ、9月。9月に、大分県の日の出町にあるスーパーの駐車場に停車した後、目を離したわずか3分の間に、当時2歳だった子が、行方不明になったよっていう話ですね。まあ、多分、まあいいや。で、しかし、その失踪から、5ヶ月後の2月に、母親である、当時35歳の女が、この女の子でいいんだよね、多分ね。うん、死体遺棄の容疑で逮捕されるという結末が、あったと。で、この容疑者っていうのは、フェリー会社に勤務している旦那さんと、当時小学校1年生で7歳の長男で、この女の子の4人暮らしでしたと。で、船で、海に出ることは多かった旦那さんちで、まあ、例えば東京から九州の方とか、東京から、四国、東京から、まあ、青森とか、北海道経由して東京に戻ってくるとかっていうフェリー会社ってあると思うんだけど、多分そのフェリー会社のことを言ってると思うんだけど、結構あれって長旅だよね。3週間じゃない。1週間ぐらい、まあ、いろんなところを経由して、また本社っていうか出発地に戻ってくるっていうようなイメージがあるんですけど、まあそれ、うん、基本的に、そのお母さんである容疑者は、基本的に2人の子供をしているのはお母さんだと。多分、2人であるとは思う。うん。ですが、長男には軽い障害があり、その次の子にも、また足が不自由という障害を持って生まれてきたために、その健常者である、健常者の子供を育てるよりも大変だと。子育てには、過酷を極めていき、このお母さんっていうのは精神的にちょっと大変な状態になっていて、犯行に及んでしまったという模様です。で、ネット上ではね、発生直後のネット上では、その事件の概要から母親を疑う声も殺到して、まあ、3分でいなくなるなんてずっと誰かに狙われていたか、はたまた母親かと。いう声もあるし、2歳児とはいえ一番手がかかる時期で、人見知りもすごい、これは経験者の方の声だと思います。白昼堂々と3分間の間に犯人が連れ去るのは無理があるという、矛盾が指摘されておりましたという話ですね。うん。で、これ記事としては、その母親が否認してるかどうかっていうのは分かんないんだけど、多分否認、そのあたりの記憶がすっぱりなくなってるから分かりませんっていう状態なんだろうけどね。うん。でもまあ、二人目の女の子はかわいそうだなと思うね。うん。
上の子も上の子で、その障害があったとしても、その障害がどうなんだろう、体に対しての障害なのか、知的な障害なのかっていうのは分からないけれども、自分の母親が自分の妹を殺してしまったっていうことが分かった時に、どうしてって思うんだろうなと思う、うん、どうしてそういうことをしたのって、うん、分からないなりに、まあ7歳としても、うん、知りたいとは思うだろうけどね、まあ、ちょっと考えさせられることかなとは思いますね。はい、皆さんどう思いでしょうか。以上です。